い、皆さんこんにちは、おさきです。今回は勉強に集中できない時あるあるをやっていきたいと思います。私のチャンネル見てくれてる方は学生の方とかがね結構多いと思うんですけど、まあ、やっぱりテストとかあるじゃないですか。まあ、受験生の方受験とかね、勉強する時とかに一生ずっともう何時間も集中できる人ってね珍しいと思うんですよ。だから私はね絶対できないんですよ、集中。今回はね、勉強中に集中できない時あるある。私が経験したものとか、みんなの体験談とかだったり、ネットで調べたりしたものを紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。聴いてる音楽についつい乗っちゃう。さよならだけだったその一言。机の上が散らかっていると目移りしちゃう。ちょっと爪伸びてきた。これ書きづらい普通に。ゆうちゃんこれ何？これ？うん。なんかママに。何これ、やってみていい一回。え、バナナ食べてんじゃん。ねねね、また笑い。いけます。うわ、いけます。おやつが止まらない。あうまっ、うまっ。あー、うん、あ、よく食べてるか。ご飯前、お腹が空きすぎて集中できない。ああ、もう7時か。ママ。はい。今日のご飯何？鶏の照り焼きです。まだ？今何中？今漬け込み中。え、まだ？なんで？勉強しててよ。だからお腹空いたって言ってたじゃん、帰ってきた時から。遅い。なんで用意してんの？どこ行ってたの？イライラしてるね。え、まだ？携帯いじり出したら止まらない。あれ、これなんだっけ？ちょっと待って。あ、で一回 LINE、 さっき LINE 来てたよ。お前それやばいって。待って、インスタもう一回見よう。公園行ってやるじゃんこいつ。ちょっと一日ファンなのに。家族がうるさすぎて集中できない。いいじゃん、ちょっと一回静かにしよう。いいちゃん静かに。なんで勉強中？うるさい。ねえ、やるんだったらあっちの部屋やって。二人だけの空が広がる。うるさい、ママ。はい、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 さよなら、さけなさ。うるさい。あっちでやってよ、だったら。大人してもできるでしょ、そんなすごいとかさ。風声。うるさい。うるさいんだよ。友達と勉強するという名目で遊んじゃう。え、じゃあ今日さ、うちでいい勉強。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、明日数学と英語だから、うん、数学と英語のテキスト持ってきて。で、帰って4時で、で、何時までできる？うち、うん、うちで7時ぐらいまでできるから。え、マジガチで勉強しよう。じゃあ3時間はできるよね。全然できる。うん、オッケーオッケー。まあ、じゃあ、集中ね。うん、飲み物。すぐ来て、すぐ来て。オッケーオッケー。うん、勉強する時間なくなるから。はいはい。みさこ、さっきぶり。勉強持ってきた？あ、持ってきた持ってきた。数学と国語だっけ？英語だ。英語。え、待って待って、国語持ってきたの。え、待ってやめて。待って、勉強する気ないじゃん。すげえ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 。ね、ガチこれやろ。まあ、一回喋んない。一回喋んない。静かに静かにして。一回喋んない。いや、本当にダメ、黙って。一回黙って。はい。集中。うん。一回見るこれ。一回ごめん。一回ごめん。待って待って。一回ごめん。待って待って。何書いてんの？待って。一回ごめん。待って。担任の担任の格好じゃないで。激に激に。普通に記憶ないんだけど書いた記憶。
待って待って、今日の給食さ、そうまずくなかった？それなんて思って思ってるんだ。やばいよね、やばいよね。なんかうん、え、なんかそう感じる。ガチやべえ。待って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 、やばい、待って待って、やばいやばい、もう7時。え、もう最悪なんだけど、まだ勉強。お前ほんまにやめて、もう二度と来ないで。帰った、ベボだ。待って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 、ご飯食べてく？いいっすか？いいっすか？いよいよ。ママお願いします、今日もすいません。彼氏と勉強電話しちゃって進まない。たっくん、たっくんちょっと電話してみよう。そんなんなの？うん、出た。たっくん、たっくんカメラつけて。あの見ないで、ガチすっぴんだから。え、たっくん今日何勉強する？マス、マス勉強する。え、オッケーで、私もマス勉強しよう。え、待って、これどうすればいいの？これってさ、置けばいいのかな？でもさ、置くとこないんだよね、今。え、片手でやる、片手でやる。でもそれさ、勉強できなくない？ちょっと一回目当たりさせていただきます。はぁ、かっこいい。集中できてない自分にイライラしちゃう。30分経ってんの？うん、やばいじゃん。もうなんでいつもこうなの？もううるさいんだけど、自分。え、なんなの？今の時間何？マジで。明日提出なのに何にも進んでないし、もうなんで毎回こうなの？マジでイライラするわ。些細なことが気になってしょうがない。待って、親指のささくれ、やば。え、ちょっと。何これ、ごめん。痛い。それ後でにしな。待って、集中できないんだってば。何これ、何このハサミ。もういいよ、後でにしなよ。やめて。眠くなって集中できない。あったっけ？いや、もうない。うわー、やばい、マジで眠い。昨日3時に寝たから。あ、じゃああれは目薬させば。え、もうやった、無理。メンソレータム塗った？塗った、もう無理。お風呂入ってきなよ。さっき入った。えぇ、うん、今寝てた、もしかして。寝てた。でもやばい、これ終わってないんだよ、まだ。3+4=10。休憩時間が長引く。よし、5分休憩。ふぅ、テレビ見よう。もうちょっとこれ終わるまで。うん、面白かったな、今日も。ええ、もう30分経ってんじゃん。え、なんで誰も言ってくれないの？いや、普通言うでしょ。え、どういうこと？なんでそん時にさ、やりなさいよって言ってくれないの？人のせいにしない。何でも人のせいにする。ごめん。え、今雨降ってきちゃったから、ちょっと洗濯物取り込んでくんない？ごめん。テスト勉強してるんだけど、今。お願いお願い、ちょっと手離せないの。うるさいなねえ、25分経ってんじゃん。長くない？取り込むの。ねえ、長いなと思った。いや、普通にさ、テスト前日にさ、これやばいって、なんでやらせんの？これで点数悪くてマジママのせい。え？怒んないよね、絶対。マジママのせいだから。え、待って待って、ママのせいなの？うん、絶対怒んないよね、ママのせいだから。はい、ということで、今回は勉強中に集中できない時あるあるをやりました。あの、やっぱりもうね、誰しも通る道だと思うんですよ、集中できないっていうね。今回のあるあるまず全部共感しましたね。で、結構 DM とかにもテスト期間全然集中できないですみたいな感じの子結構多いので、だからあるあるにしようと思ってあるあるにしたんですけど、みんなも頑張っていきましょう。これやったら集中できたみたいなやり方があったら、ぜひ
コメント欄とかに教えてください。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。